斜め右方向です。続いて目的地は左側です。左側です。うん。なんだろう、フィーリング。うん。まずに。監視カメラって本当かな、まあ、そうだと思うけど。うん。これだけ不法投棄が多いとな、本当についてるかもな。おい、これ本当にカメラ撮ったりしてな。うん。ガスかもしんない。家の電気がついている、うわ、すっごい臭いね。うん、臭い。しかしね、ほんとゴミの山だな。平安京国。昔あった都の名前だよ。近いのかもしれないけどね。幸せって書いて、つらい、つらい花屋かな。あ、つらいに、つらいの、つらい。禁止って書いてあるけどさ、うん、でも逆に言えば立ち入り禁止じゃないんだね。入るのはいいんだ。へりくつだけど。といっても警察呼ばれるとへりくつも通じないから。
早めに退散だな。でも人が来たり車が見えたらすぐ言うんだよ。うん、真っ黒の何か絶対ぐらい。進めない。ランプがどうしてる。あ、電気消して。よし、大丈夫。口に気をつけるんだよ。これじゃ建物に全然入れないな。うわ、なんか漏れてるしね。ペンキかな。うん、うん、アスレチックみたいだな。入る？大丈夫か。落書きすごいね、ここも。うん、こっち来てごらん。うん、この落書きすごいよ。本当だ、すご。向こうも。うわ、すごい、待って。よくは分かんないけど、とりあえず喧嘩売るやつかな。向こうは何もなくて行き止まり。こっちだよ。よし、帰るぞ。うん、
これ隙間から落ちたら大変なことになるな。ジャンプ。え、どうした？ふーちゃん、行けない？そっち回ってもいいよ。ここを崩壊されたところか。うん、危ない。え、マジか。わかんない。とりあえず車戻ろう。結構え、マジか。目的地周辺です。この先注意して走行してください。あ、どっか行ってた。嫌だよね。もう来た後かもしれないし。すな、そりゃ絶対にバレてないとは言い切れないけど、多分大丈夫。あれでバレてたら本当奇跡だぜ。うん、電柱めっちゃ傾いてんだね。危ねえじゃん。結婚してあげた人もかわいそうだよな。
しいっちゃ新しいけど。俺とふーちゃんずっと家族だぞ、うん、当たり前だけど。それともいつか他の男に取られちゃうのかな。え？いやそこはあれでしょ、パパと結婚するとかいうあれっしょ、うん、パパと結婚するなんか棒読みじゃねえかフーチも綺麗だしな、めっちゃ綺麗に撮れる。当初この明るさになってからあのブラックマンションの予定だったんだけどね、全然明るくならなかった。お、黒い石だもん、クマみてえ、うん、茨城県の廃墟ってほんとレベル高いよな。うん、いや俺的に廃墟魅力度ランキング第1位だよ茨城県。もう住もうと思わない？いや住みてえわ、うん、引っ越す？いやそれまた別だな、友達もいねえし。うん、うん、都道府県魅力度ランキングで茨城県最下位だけどさ、うん、俺にから見ると1位だわ。ほ、うんとにレベル高いと思うよ。心霊スポットでは前回言った滝があるわけで、うん、あの寺も茨城県なわけじゃんか、うん、こんな日本を代表する廃墟がいくつもあるからね、うん、